黒田道博のレディオファントム。皆さんこんばんは、黒田道博です。ラジオファントム改めテレビファントム始まりました。いかがお過ごしでしょうか。台風は大丈夫でしたか。皆さんどうでした。もうすごい被害のところもありますしね。僕はまあ昨日ちょうど直撃してた時は家で作業してて、まあ、トリプル X のメニュー決めたりとかいろいろやってて、でもともと予定が入ってたんですね。僕は京都でバイトしてた喫茶店のカプチーノっていうところで一緒にバイトしてた友達とですね、まあ、ちょっと久しぶりに何年ぐらい3年ぶりぐらいかな飲みに行こうって話をしてて、で、まあ、台風だから無理だねっていう感じでね連絡やり取りしてたんですよ。で僕もでも飯食って9時ぐらいにこうゴロ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 リビングでしてたらまた電話かかってきて、道郎ちゃん、道郎ちゃんって言うのその人、俺のこと道郎ちゃん、やっぱ会いたいから行こうやとか、確かにもうその時間になったら電車もね動いてましたよ。だけどもう気分的にもまったりしてて、いいよまた今度にしようよっつって、まあ確かに僕ちょっともうね今月も忙しいし来月もバタバタするんで会える時間がもう今日いつって決められないけれど、いやでももう今日は明日俺仕事遅いから絶対今遊びたいね会いたいねとか言って、分かったよっつってそのまま出かけましたけれどね。でも台風が過ぎ去った時のその空気、まあ、変な表現だけどすごくこうキラキラとしてて空もね、なんか本当自然って恐ろしいなっていうのと美しいなっていうのと、両方感じましたね。ただねやっぱ電車とかもねニュースとか見てても渋谷の映像とかもすごかったし、帰宅難民の方々もね大変だったと思いますし、でニュースでなんか震災のがあったからまあその東京の人もちょっと慣れてこう過ごしてるんだって、いや違うって慣れてないって慣れてもないしいつも恐ろしいなと思ってるけど、台風はねもう何となくあるじゃないですか、その被害はどうあれこうちゃんと過ぎ去っていくっていう、で何時間かしたらまた機能するっていうのもなんとなく分かってるんで、だからもう待ったりもできるし、地震はねやっぱもうちょっと読めない分怖いし、ねツイッターでちょっと一言だけですけれどつぶやいたりとかもしてて、みんなもリン君も気をつけてくださいっていう温かいお言葉をいただいてありがとうございます。はい、で、今日はですね。そう台風が過ぎ去って明日からかこうようやく季節が秋というふうになってですね、まあ、ラジオ来る前にですね、僕は僕でずっと、トリプル X のこう曲順を決めて、新曲もそこでやりますし歌詞をちゃんともう一回ね、思い出さないといけないのと新たに覚えなきゃいけないっていうのと、いろいろずっとこう、一日中ヘッドホンでっかいのしてこうなんかでたまにこうヘッドホンしてるのを忘れてリビングでガーンってこうなった時に耳にヘッドホンガーンって痛っ！ってそういうドジな、昼間を過ごしてて、で、衣替えじゃないですけれどちょっとセーターまではいかないですけどね、上着を出そうかなと思って更衣室の方に行って、棚を開けたらですね、こうご存知の方もいらっしゃると思いますけど、僕が長年愛用しているこのグレーのパーカー、もう十何年それこそソロやった時の映像とかにもちょいちょい映ってるこのパーカー、
捨てられないし、あとね、丈夫こいつ。まあ、たまにファンクラブイベントとかでさ、こう洋服プレゼントしたりとかする企画があったりするんだけど、これだけはね、ちょっと上げられないな。もう若干ちょっと伸びてるんですよ、この辺とか。伸びてるんだけど、なんかね、好きなの、これ。そうですね。こう、ステージ上ではやっぱりこう、ギラッとしなきゃいけない、自分のなりわいね。だけど、家ではやっぱりダラダラしていたい。そのギャップが僕はすごく、差があればあるほど、黒田道弘っていうモードにガーンって切り替えられやすいから、調子悪い時はね、なんかその差が大きければ大きいほどしんどいなと思いますけれど、でもその本当にいける時ってその差が大きい、わざと大きくする時もあるんで、なのでこのパーカー着てると、ね、落ち着くんですよね、パジャマではないけど ね、ステラ本当、寝るシャツもいっぱい、もう本当いっぱいある俺、どうしよう、寝るシャツはね、あげてもいいのいっぱいありますよ。ただアイスマンとかでデビューする前に下北とかでこう過ごしてた時の寝るシャツは、まあ今あんま着ないですけど、やっぱちゃんとそれ用の箱にしまって、はい、大切に保管してますけれどね、なんかね捨てられないんですね僕ほんと。ということで、今日はですね、今日のテーマ、そうなんです、バニラスカイフラッシュを聞いての感想、ね、今日はまあそのバニラスカイアルバムね、の話をいろいろ、先月よりも濃い話をしたいなと思っております。そして、スケアクローのライブね、2ヶ月連チャンでやりましたけれども、その感想、そしてですね、間近ですね、トリプル X、そしてトリプル X のアルバムね、3、収録曲リクエスト、お待ちしております。採用者はですね、ラジオ中のスナップショットをメール添付でプレゼント、ラジオアットマーク 66MK.com までタイトルラジオ投稿でお寄せください。この番組は広島風自慢のお好み焼き高屋の提供で放送します。それでは1曲目聴いてください。トリプル X でやるかな、多分やるんだろうな。やるよって多分みんな思ってると思いますけれども、新曲聴いてください。ギリギリ様、どうぞ。消失了自己的能力，最低的线路，阿斯巴姆小区里给拉出去的，老温度我看来看来，阿斯里大街又不散了。だけど君に引き止める幻想を持ってを振り払い、それでも行こうと走り出すんだ君に向かってる。愛情切り抜きのあれ不倫しろに伝えたいよ、戸惑いの果てにはいつもそうさ、君が笑顔となるから、弾け出せよ場所、太陽を抜くじつけて、君のそばでずっと夢を見たい。レディオファントム、聴いていただいた曲はギリギラ様でした。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、ギリギラ様ですね、シングルパッケージでリリースすることになりまして、夏の歌ね、黒田なりの夏のギリギラ様とですね、冬の歌をですね一緒に出そうかなと思って、秋がないとその CD が
冬の歌もね、あさってか、レコーディングですよね。あれ違うわ、しあさってか。あれ今日何日だっけ。ね、4日後ぐらい。うん、そうそうそう。そうなんですよ、僕ね、今週忙しくても頭パンパンで、もう昨日もマネージャーから仕事のメールが何件かドンドンドンって来て、で最後ちょっと切れちゃってごめんなさいね、もう頭回りません俺つって。そうなんですよ、あのね、明日は明日でバニラスカイに収録されている曲、PV を撮影するんですけれど、はい、今回バニラスカイ何曲かね、そのビデオ撮ってるんですよ。もうビデオと言っていいのかわかんないけれど、うん、V を撮ってて、はい、まあそれどういう形で皆さんに届けるか、まあこれからまたお伝えしますけれども、あと2曲、うん、明日の入れて、うん、これで言っていいんですか、うん、明日はですね、バニラスカイの1曲目、はい、1曲目何でしたっけ。グッドナイトエボリューションです。はい、そう、グッドナイトエボリューション、まだね、こう、そうなんですよね、 PV 何が嫌って歌い込めてない状態で歌わなきゃいけないから。そうなんですよ、例えばさ、こう顔のノリが良かったりとか、カメラのに映ってる自分の、まあ、フォルムが良かったとしても、リップ間違えたら、はい、終わりっていう風になっちゃうんで、なるべくこう、うん、ちゃんと覚えて、うん、やらなきゃいけないのがしんどいね。で、まあ、そのトリプル X もあるし、冬の歌も歌わなきゃいけないし、ってなってね、そうなんですよね。まあ、やることいっぱいあるっていうのはね、素敵なことですけれども、で明日は明日で、まあ、そのグッドナイトエボリューションの持ってる、まあ皆さんね、まだフラッシュしか聞いてないから、今日のアンケートとか読んでても、気になる曲グッドナイトエボリューションって、まあ、ちょっと少なかったですけれど、僕の中でね、アリが作れたことが、まあ、新たな黒田 の、 その歌い手としてものを作る人としてのなんか扉が開けたような気はしてるんで、うん、それをどうにかしてこう、まあもちろん聞いてね、皆さんに伝えますけれども、目で見てもそのグッドナイトエボリューションを伝えたいなと思ってね、ちょっと撮ろうかっていう話になりまして、はい。でもう一曲はロッカバラード、はい、こぼれってもう僕は言ってるんですけど、こぼれる太陽、ね、うん、僕のロッカバラードのタイトルの付け方ちょっと癖あるじゃないですか。癖っていうか、なんかスケアクローンのでもそうですけどもね、ジブリみたいなもんですよね、ジブリのタイトルみたいな。そう、汚れた手のひらとかさ、うん、まあなんか、ね、自分なりにあるんでしょうね、そういうタイトルを付け、この歌詞でこの歌を歌ってる時はこういうタイトルの付け方したいとかさ。こぼれる太陽もね、ぜひぜひ皆さん出た時歌詞をじっくり読んでもらいたいなと思ってますよ。あれちょっとなんかね、僕とバビちゃんがすごく迷って作ったロッカバラード、久しぶりに手応えがあって、まあ、その今までね、いろんなロッカバラードを作ってきて、どうしても自分たちのその自分たちで作り上げた呪縛にね、から逃げられない状態だったんですけど、それをね、こうこぼれでようやくちょっと出せるようになったかなっていうふうに思えてるんで、なんかそういう僕のもがき苦しんだ様とかも文に収めたいなと思って、ただあれですね、まあ僕もそうなんですけども、監督とかもね、いろんなスタッフの身近な方々もこぼれがかっこいい、絶対黒田の良さが出んじゃねえかって言ってくれてるから、楽しみに、はい、しててください。
そうなんです。スキヤクロのライブ、ね、皆さん来ていただいてありがとうございます。こら、黒田、ね、MC で ここではやりませんみたいなこと言っちゃって。いやまあでも素直な気持ちいいよ。だって久しぶりに集まってやって、やっぱ1年半前よりもね、力強くかっこよくなれたっていうライブやってて思えたっていうのってすごくね幸せなことなの。それをねやっぱりもうここで閉じ込めてちゃいけないなと思ったし、もっと大きいところでやって、まあそら小さい小屋の良さはありますよ。もう前にしか行けないから、前にしか行けないんだけども、ちょっと天井が低かったりとかさ、柱邪魔とか思いながら、そう気にしてる自分がいるというのも嫌なの、これ。なんか集中してないの俺って疑っちゃってるのを本番で感じるのも嫌なんです、だからね、こうなんかバーンってこう開けた感じ、狭くても開けてる感じの方がいいなと思って、そういう部分では川崎チッタは僕すごい好きなんですよ、あそこ。すごいなんか単純じゃない形も、昔のイーストとかさ、すごい好きだった俺、でまあまあそのお客さんをなるべく多く入れるためにとか、2階になって椅子が用意されたりとか、飲めるスペースを大きくする小屋もねいっぱいありますけれども、でもそれよりもこうね、ショーケースと、まあそう、もう全部ひっくるめて、その立体全部すごくもう邪魔する遮るものがないような状態でやっぱ声届けたいし、みんなうわーって叫んでほしいし、ね、でそれが大きければ大きいほどそら、いいなと思いますからね。スキャクローやれるなと思ったの、楽しかったし、でまあ時間が経って改めてこうメンバーメンバーでそれぞれいろいろ考えることもあったし、僕もすごい真剣に考えて、なるべくこう隠さずなんか自分が思ってるようなことをちゃんと伝えて、 MC でも言ったけど、その伊藤君とも電話でうわー喋って、これどうなのみたいな感じのとかさ、もうメールめんどくせえとかまあそういう愚痴っぽいこともね言えたらいいなと思う。僕はちょっと喧嘩ふっかけたりとか、喧嘩っつうかこうなんか言い方を選ばずこう言ったりとか、その辺子供だなと思いながらも、なんかそうやってこうさらけ出してやれて、でステージ立ってリハもみんなで頑張って足をこうしようって、曲順とかもそうだったし、でライブ終わってからもこの間もずっとみんなで喋って、だからねそういうのが1年半前は1年半前の良さはあったけれど、今回は今回でねやっぱ大きくなれたというか、みんなでこう誓い合えたというか、だからそういう部分ではすごくいい機会だったなと。まあ最初はね8月そのみんなで会って話す時はもう何も決まってないから、自分たちで決めることもすごく大変で、見切り発車でこう物事を動かしていったけど、こう手探りながらね、だけどそれがちゃんと形になってね、いったっていうのは本当良かったと思います。はい、でメールもたくさんいただいていますが、めぐみちゃんはですね、もう、久々に4人に会えて嬉しかったです。ぎゅうぎゅうのフロアの後ろから、見ていましたが、みんな一回り大きくなって力強いバンドになったなという感じです。特にミザイ、聴いてるときはこの曲を初めて聴いてからもうすぐ5年になるんだなと。そっか、まだ俺2年ぐらいしかやってないな、だからそういう部分ではバンドとしてはやっぱノリジュールいっぱいあるんだろうね、まだ、思い、そのメンバーとして、楽しみじゃないですか。はい、ありがとうございます。そしてゆかちゃんはですね、8月は来れなかったんですが、この間来ましたと。クラスさん、めちゃめちゃかっこよかったです。ものすごい汗でしたね。楽しすぎて実はあんまり記憶がありません。特に大好きなダンテチャプターゼロドリームズが聴けて嬉しかったです。新曲を作ってると聞いて今からとても楽しみですと。ライブ後半ずいぶん虫に好かれてましたよね。そうなの
あれみんな見えてたのかな。虫が一匹いて、俺もそれそいつにイラついちゃってこう捕まえるに捕まえられないし、俺だけ俺なんか俺出してるって思いながら、そしたらみんなのところにも行ってたんだって。でだけど一回僕顔についた記憶があって、なんかね客観的に自分を見てすっげえダセーなと思って、どうにかしてその虫を家とかでもさ、クモとか蚊とかが出ても、僕ねそうなの、よくベランダでこう過ごすことがあるんで、歌詞考えたりとか、そういう時もそうだし、夜ビール飲む時とかもベランダ行ったりとかして空模様を伺いながら、でその時ね多分ね窓を開けたりとかするたんびに虫がね多分入ってたと思うんですよ。で家の中に虫がいたら、なるべく殺さず、透明のコップで、まあ、紙コップですよ、透明プラスチックだけどね、それをこうやってカメラにこうやってやって、コピー用紙をさこうそうってシュッてやってこうでベランダ持ってって使って逃がす。ことやってるんですけど、さすがにその時、我々のライブの時だけはこいつ潰すと思ったけど、ね、なんか甘いの出てたのかな甘いの、ありがとうございます、そしてですね、ゆうきちゃんですね、ありがとうございます、先月よりも今回のライブの方がより4人の息が合ってたと思います。もちろんクロリのエロチックなダンスも素敵でした。ライオン良かったよ、うん、楽しみにしてますということで、はい、そしてたまちゃんはですね、久しぶりのライブはハードでした。まさかリン君が出ずっぱりになるとは思ってなかったので、伊藤君やバシのソロ、バラードも聴きたかったなと思いましたが、たまには弾きまくるライブもいいですねと。そうなんですよね、今回初めて、まあソロのライブでもね、例えばまあ出かけようがあって、衣装チェンジしたりとか、まあ、ちょっとお休みできる時間があるんですけれど、今回はもう出ずっぱで十何曲、であのテンポでしょ、でみんなギャン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 ボン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 いくから、もう負けないように歌わなきゃいけないし、こうそういう部分ではついていくのに必死でしたけれど、いやーしんどかったですよ。でもそのしんどさがもうアドレナリン出まくっちゃって、ちょっともうすごかったですよ、泡吹きそうでしたけどね後半僕も。でみんなに飛べ飛べとか、あ来いよとか言いながらも結構へこたれてたっていう。でもね、よく言われるんです。打ち上げとかでもそうだし、カメラマン写真撮ってくれるヒッキーとかも、僕がどうしてもギラギラ前に出たりとか、例えばまあ感想とかでも、やっぱもう欲のそういうところは欲の塊だから。ね、負けたくないっていうのか、なんつうのこう出ちゃうんですよね、で伊藤君とかやっぱ休憩できるとこは休憩した方がいいよって言ってくれるし、まあ、そのメリハリだとかそういうのもボーカリストとしては身につけなきゃねみたいな、でもそれは分かってるんですけど、もう十何年自分が気づいてきたそのスタイルだから、まあねこうなんていうのこの空気俺が操りたいとかさ、やっぱすごい思うんです僕。そういう部分ではなんかナルシストなのか、で写真でもこう例えば俺が例えばバッシー撮ろうと思ってて構えてたのに俺がグワー来るから結局俺の写真を撮っちゃうんですとかこう、それ反省した方がいいよでもセンターとしてはねやっぱ行かなきゃいけないと思う。それはもうそこでもバンドでも関係ないと思ってますからね、それが、まあ僕のいいところと思ってください。はい、そしてマリちゃんはですね、スキャクロ行きました、楽しかったです、今回は大好きな曲がいっぱいあって嬉しかったです、ありがとうございます。
ですね。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったですと、先月と同じメニューかなと思ったら、違いましたね。好きな曲ばかりであっという間の素敵な時間でした。倉田さん髪切ったんですね、めっちゃかっこいいです。仕事でいろいろあり揺らいでたんで吹き飛びました、吹き切れました。うん、本当ね、スケアクロー、この時期にやれてよかったなってすごい思いましたし、で、新しい曲、なんかね、自分の、まあソロっていうか、バニラスカイ作ってる時とかでも、頭に浮かぶもんってやっぱりいろいろあるんですよね、その、あんまりこう、なんですか、これソロだなとか、これスケアクローだなとか、そういうふうに、わざと分かりやすく分けてるわけではないんだけれども、僕も一曲だけは少な一曲のマックに入ってて、一曲テレコに入ってるのかな、なんかメロディーは、できる限りこう僕は僕 で、まあ、あの2枚目あんまり書かなかったんで、今回はちょっといったろうかなと思っておりますんで、楽しみに。で、必ず曲作って、アルバムなのかどういう形か分かりませんけれども、春までには出してですね、再びライブやりたいなと思っているので、また遊びに来てください。それでは、今日の2曲目です。ね、アルバム、バニラスカイのフラッシュ聴いてください。どうぞ。2011年、青い地球は回って、エデンの園と今日の出来事見守る大空、走り出すべきエンターテル愛情ギリギリまで振り絞り伝えたいよ、戸惑いの果てにはいつもそのさ、みんな笑顔となるから、 Oh 誰かのためのものじゃなくて、翼がなくたって飛べそうな真っ白な想い、きらめく空に放てば、だから今僕の翼を愛しいあなたにあげる、信じたものを失って、燃える太陽の下命さらして、恥じることなく涙流したい、救われるよ終わらないように、心ひとつにしがみついて、愛に噛みついて、 Are you ready tonight? 99 Blood No Blood No Blood 混ざり合う血が踊る歌で、手をつないで愛をまとい、無茶ぶりの時代に仲間とハッピーをばらまきに行こうぜ、 Oh yeah、 気の利いたジョークと高めていく、 The Firelight ロケンのジョーカー、愛で語りきれない灼熱の想いを、こいつの闇に叫んでいて、ねえねえ先も一秒前も君を照らし続けたいと願う星のその瞬きが、運命さえも変えて、黒田道博のレディオファントム。聴いていただいた曲はバニラスカイフラッシュでした。はい、
ねえ、アルバムができてもう何日か経ってですね、まあこう昔ね、そのレコード会社とかにさ、こうはリリースする前とかに白カセット、こう、まあ、業界的な人たちにこう配ったりね、サンプル版ですよ、うん、あ、その CD、 本ちゃんの CD のジャケットとかじゃなくて別に、ね、こう資料として渡すものがあるんですけど、僕何回もらってもどっかに忘れてくるんですよね。一回ね、なんか、まあ、家の近所っていう、まあ、小野さんとか監督とかと飯食って行って、その時にもらってたんだけど、帰ったら持ってないっていう、あっちこっちになんか置き忘れてる俺っていう、まあ、まあ宣伝だからいいか。いいか、うん、だから僕持ってないんです、うん、ね、あのね、どうしてもね、こうこれもね、好みなんですけど、僕まあ本ちゃんできるじゃないですか、それは1回は、あ、本ちゃんできたら、あの自分の、まあ、練習のためにこう CD をどっかでかけたり、車の中で聴いたりとかね、こう一人で練習するときに聴いてたりとか、それ以外はほぼしないんですよ。で、家で、まあ、今とかさ、こう聴いてるときは、本ちゃんのやつよりも、マスタリングする前のもうファイナル TD ですよ、ミックスバージョンを聴くのがすごい好きだな。もう、こうなんつうの、もう振り幅がギリギリのガンガンギンギンしてる、なんかキリキリしてる感じ、どうしてもね、CD にするとね、なんかちょっと圧縮される音も、まあ今はまあまあそれなりにちゃんと聞こえる機材も整ってるし聞こえてくるんですけれど、やっぱね、こうあんまりオブラートについてない感じのやつの方がね、聞いてたいというか、生々しいというか、そういうの聞いちゃうんですよね。まあそれは僕の特権つうか。はい、そうなんです、バニラスカイね、まず今フラッシュもホームページのトップの方でも、聞けますし、あとジャケットのね、表一、そうなんですよね、あれね、なんかどこで読んだんだっけな、つぶやきかな、まあだんだん僕の衣装の布部分が少なくなってって、裸になってって、今はもうあれですか、こう内臓ですか、体の中ですかみたいなこと書かれてたんですけど、そう、あれね、僕のレントゲンです。あばらです。で、真ん中にある白いのが僕のあれ心臓です。うん、そうなんですよ。まあこのアイデアは自分で出したんだけど、まあストレートっちゃストレートよね、自分のあの思いがここにあって、で肺も映ってて、それを使って僕は空気を揺らしてね、こう歌を歌う、皆さんに届けるという、もうそのなんかもう根本中の根本というか、それしかないっていうところをね、見せて、まあある意味、まあ黒田道博っていうタイトルつけてもいいぐらいの表現の仕方だとは思うんですけれども、でそこに、まあ、自分の心模様としてバニラスカイという、まあ、バニラスカイっていろんなね、先月も言いましたけども、いろんな、まあ、それぞれね、まあ、いろんな意味があって、で撮る人見る人によってもやっぱ違うし、で僕なりのバニラスカイっていう色味はあんな感じだったんで、まあちょっとね、アルバムジャケットなので強調した部分もありますけれど、であとはあれですね、他ここだけじゃなくて、ちょっとこの辺とかも撮ったりもレントゲンしたので、僕のこの辺とかも見れるかもしれないですよ。中開くか裏なのか。っていうのと、あとまあアーシャですよね。
あのタレントさんでいう宣材写真ですよね。それをこの間、ね、千葉の房総の方で撮って、で、あ、まあ、それもホームページのトップになってますけれども、なかなかあれね、難しくて、こう、まあ、久しぶりの裸ジャケット、久しぶりじゃないかもう裸ジャケットで行きたいって、思ってて、で、もう海なんですよ。もう波もザーザー来てて、時間が経てば経つほどもう湿気、もう塩だらけだし、髪の毛もくる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 なってくるし、風も強いし、セットしてもすぐね、こう変になっちゃうのね。で、まあなるべくこうそんな中でも、まあ、いっぱい撮ってね、あのいいものをチョイスしようということで、で、まあ撮影の笑い話としては、まあ朝焼けも撮ったんですけれども、夜ね、沈む夕日を撮ろうということ で、まあその間は休んでたんですがあんまりうまく撮れずもう日も落ちんの早かったし、あとね、まあ決定的だったのは雲の形がダメだったの。だから本当はね、山梨の山の、まあ、甲府あたりの方、奥側 の山登って撮ろうかって言ってたんですけど、でそれはもう監督が最初山の雲の方がいいって言ってたから、あ、いいよって言ってそしたらなんか3日後ぐらいにやっぱ海の方がいいとか言い出して、いいよって言って、で何時出発ですかって言って、もうあれ0時だよねちょうど日付が変わった瞬間、今日なのか明日なのかよくわからないスケジュールで、だから寝てない状態で行って、まあ普段その時間にはまあ寝ないですけれど、ただ、まあ、要は寝ないで朝日が昇る時間マックスじゃん、睡魔、その時にいい顔できてるかっていうのはやっぱ不安でしたよ、なるべくこう起きて、車の中でも起きていましたけど、ね、そう、フラッシュの感想もいっぱいいただいておりますよ。リサちゃんですね、ありがとうございます。フラッシュを聞いて、アルバムを聴くのが楽しみになりました。初めて聴いたとき99ブラッド、おう、大輝もいますか、はい、気になりました。あとロックンロールジョーカーマイソンフォーユー、はい、ねえ泣いてない多いですよ。よかったね大輝そしてこれはリツコちゃんです、ありがとうございます。感想はですね、ギリギラ様ハローハローハロー、ロックンロールジョーカーはドライブの時にいいなと思いました。黒田さんの曲を聴きながら運転は長距離でも苦にならないんですよ。翼とマイソングフォーユーは寝る前に聞くとゆっくり眠れそうかなと、いろいろ考えましたと、こぼれもナイティナイもかっこよくて強くてかっこよくていいなと思いましたと、はい、ね、翼もいいですよ。翼僕結構 CD 聴いても何か聴いてもちょっとグッときちゃう、翼は。で、そうね、マイソングフォーユー、ほんともう1年前だもんね、作業してて、そうね、やっぱ改めてマイソングフォーユーを作れたからバニラスカイできたって思えるし、ね、そうそうそう、で、まあスタンドアップジャパンターボのところでもね、マイソン歌えて皆さんにね、こう、まあ初めての方々に、ね、届けられたっていう、でこれが黒田ですよっていうふうなことをちゃんと伝えられたのも良かったんだと思いますし、はい、そして小糸ちゃんはですね、99ですね、はい、
曲調と黒田さんの声がすごく馴染んでいて、途中曲がガラリと変化するのが、私は好きです。全体にどんな仕上がりになっているのか気になります。はい、僕はですね、まあなるべくこう CD でもかっこよく聴ける、まあ、ナイキ映画はそうね、ダイキ頑張ったもんね、あーだこうだ時間をかけましたけれども、でやっぱりあれですよ、ツアーでどうするか、ライブでどう表現しようかってすごく悩んでおります。ちょっと割り切ってやってみようかなとも思ってる何よっていう、まあ、楽しみにしてるんだけど、はい、新山さんはですね、フラッシュの感想はですね、正直そんなにリピートをして聴いてませんと、新しい歌は CD になって手元にちゃんと届いてから、感じたいという思いがあって、フラッシュはわざとがっつり聴かないようにしてるんですと言いつつも、やっぱり待ちきれなくて聴いちゃうんですけどね、とどの曲も、気になるけれど、今の私なら多分僕ね、最高に彩る世界、とかスターレット、いいのチョイスしますねこれね、スターレット、まあそう、僕もそうですけど、まあ僕はね、こうタイトル見て分かる通り、こう僕の過去の作品の中の、あるじゃないですか、シリーズが、そういう流れでは作ってみたものの、でもね、なんか違うんだよね、こうすごく変な話ですけど、すごく計算してデモテープ作って、コード進行とかもなんか自分なりにすごい勉強して、このメジャーに聞こえる感じをマイナーの音で鳴らせる方法った時に、メロディーこういったらすげえかっこよくねとか思いながら、こういろいろちょっと研究して、いや今回はまああのあんまりそう曲を作るのにそんな時間は、デモテープですけどね、そんな時間かからなかったんだけど、我ながらこう B メロ入るところとかはね、あ、もうまだこんな俺引き出しあったんだと思うね。こぼれとかの B メロとかすっきり好き、よくこんな思いついたなと思うし、そう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 、でウォークもそうね、あそこの B メロ、まあ、歌詞もそうですけど、なんかいいなと思っちゃう。あ、これも別に自画自賛ではないんですよ作家として当然かなと思います、はい、スターレット、そう、自分でね、手応え的にはね、今だから今言えることは、スターレット、作れてすげえ成長したなと思いましたね、まあ、あの全部いい曲なんですけど僕の中で何をするって言われたら、やっぱこうドナイト、まあ、全部だからなんか愛着があるんですよね、スターレット40分、歌入れ40分ですもんね、あれもうね、もうないです、もうあのその40分以降歌っても、もうこれ以上歌えないし、それぐらい素直にもう一発目でボーンって出せたから、いいなと思ってますね、そういう部分でも、まあ、今までになかった感触だから、あとは、まあ、メロディーもね、いいなって思いますね。まあ、自画自賛ですね。やっぱりもう話しすぎ俺。そう、夏希ちゃん、まあいろいろ書いてもらって、ハローハロー、ね、好きですということなんですけれども、そう、あのここに書いてあるんですけど、今回のバニラスカイのツアーはですね、開放ですごく語りましたが、クロードバンドじゃない新しいメンバーで、全国回ろうかなと思ってます。で、まあ、クロードバンドがで聞きたいっていう感想もね、多々ありましたけれども、でも僕なりにこう、ほんと真剣に考えて、今の自分を成長させるためにはとか、あと、まあ、17年一緒にやってる兄さんたちとの関係性、素晴らしく、素敵なミュージシャンたちに囲まれながら僕も成長させてもらったし、そういう部分で、その成長した部分を僕は僕で個人的に、
勝負したいっていうか挑戦、他でも挑戦してみたいっていう欲がすごい今あって、まあそれを単純にこうやっとこさこう素直に言うと楽しくて、まあそのコンディションは別としてもある程度自分をコントロールしながらこうやっとこさ歌え、自分の歌が歌えるようになったなっていう自信もあったりするんですよ。でそこでもう一度その慣れちゃった自分、まあ、例えば昔もベアフットの曲とかでもさ、こうまあ変な話こうや練習しなくてもできたりとかする自分もいるしメンバーもいるわけ、うん、それはそれでやっぱりもう離れようにも離れられないほど体に心に染みついちゃってるもんだから、うん、でそれをあえてこう一回壊そうぜっていう作業もなかなか難しかったりもねするんだけれど、でもねもう一回こううん、釣りバカと向き合いたいなとかさ、うん、サンディと向き合いたいなとかさ、うん、ブルドッグとかもそうだし、うん、そう思ったらですね、こうちゃんともう一回練習してこの曲はこうだからこういう風に歌うのでこういう風に弾いてくださいよとかっていうで、まあ、ここはちょっとアイデアないんで新しいアイデアなんかないですかねっていうことをもう一回きっちりやりたいなと思った。でそういう、そこからまたね、違う面も見えてくるだろうし、やっぱり自分が作った曲だから愛してやりたいっていう部分もあるんでね、うん、でそれ新しいメンバーともう一回やりたいなと思うし、あとバビちゃんもバンマスとして、しっかりとこうね、みんな引っ張ってくれ、改めても引っ張ってくれるだろうし、でこの間ヤスさんと電話してもうやつは副リーダーだからって人ね、とか言ってたけど、で、クロダバンドはまたね、本当にまた必ずっていうかずっとやりますけれど、うん、今回は僕のもう新たな挑戦というか、うん、そのまあ矛盾してますけれども、その、ね、そのジレンマみたいなものもやっぱりこうね、バニラスカイもう歌ってちゃんとこう新しい自分を発見 しなきゃいけないなと、はい、思いましたね。もう一回曲と自分と、うん、見つめ合いたいというか、はい、というところで、まあ、ハローハローっていうどうなのっていうみんなに言われるの分かります、まあ、どうしようかな迷ってますけど、ツアー楽しみにしててください、はい、絶対いいものにします。はい、わお、喋りすぎ、全然俺トリプル X の話してないんだけど、そう、とりあえず曲にね、初ですね、音源としては初めてちょっとフルで聴いてもらおうかなとは思ってたんですけど、ちょっと時間がどうなんだろう、バニラスカイに収録されてる、翼、それでは聴いてください、どうぞ。この声が聞こえるかい、この声をあなたに届け、雲を澄み抜け、まさかさまに、あなたは今翼をなくす、欲しい夢見て恋して、両手を広げ、空を抱けよと教えてくれた愛しい人よ、あなたは今翼をなくす、果てしない自由がそこに、そこにあったのにね、だから今僕の翼を愛しいあなたにあげる、
をなくして怖くて飛べないあなたに開ける、もう一度飛びませんか愛しいあなたを包む空で、雷鳴のような悲しみに打たれ、あなたは今翼をなくす、誰一人知らなくてもいいものがあったんだね、だから今僕の翼を愛しいあなたにあげる、信じたものを失って飛べないあなたにあげる、もう一度飛びませんか愛しいあなたを、千尋のレディオファントム。聴いていただいた曲はプレザミッションの翼でした。はい、あのね、そう、まあこの番組がある時にこの翼を歌いたいって作ろうって思って初めてこう出したのかな、あの未完成な翼を、うん、だまあ自分なりにそのねこう、まあ、震災あっていろいろ思うこともあるし、まあ安っぽい言葉かもしれないですけど、僕がねミュージシャンとしてやれること、うん、言葉本当選ばずそのまま素直に書いて歌にしたで、だからその分余計になんかねこう聞いてると思いが込み上げてくるというか、うん、でね、その後僕ボランティア行ったじゃないですか、石巻の方に。で何日か行っててこう、まあ、速攻掃除土木掃除 して畑がもう油とか重油でね、うん、ヘドロ状態のものをこうバーって土の袋に入れて、でもう綺麗な土も何一つも全然僕らが作業してやってた時に見えなかったんだけど、この間一緒にボランティアのそのチームで、うん、やってた若きリーダー24歳ぐらいだったかな、リーダーの動画のこうまあそのアドレス交換してこうでこの間また行ったらしいんですよ。でその子から久保さんと春井さんがあの掃除してくれたあの黒い畑がこうなりましたよっていう写真を届けてくれたと、添付してくれて、そしたらさこうひまわりがとかが咲いてるわけ、うん、ちょっと今話しててもグッときてますけど、なんかね人の力すごいなって思いましたね。なんで泣いてんの、うん、いやいやね、はい、でまだまだでもまあ大変ですけれども、引き続き僕なりにねちょっと頑張って、あ、ね、みんなの力を合わせて復興していきたいなと思っております。はい、そしてですねトリプル X の話が、できてないんですけどちょっと延長させてください。はい、2日にね久しぶりじゃねえか半年ぶりぐらいか、はい、トリプル X ライブやりますけれども、まあそれにあたって、アルバムを出そうと思ってまして、リクエストを、募ったところですね、何曲か、来ましたわ。ゆきちゃん、
ポエポエなんてどうですか。そうなんですよね。CD になってない曲の方が多いんですよね。だからね、まあみんなのリクエストになるべく応えた方が変な話作りやすいかなと思いつつ、そう大輝ごめんね、曲順俺送ってないわ、ライブの後で送ります、はい。えりこちゃんはですね、紫レディーゴー、そして装着ゆみちゃんはですね、レディーゴー、はい、ね、レディーゴー多いね。りんちゃんはロックンロールジョーカースウェイゲーム、はい。俺勘違いしてるんだよね、もう CD になってると思ってるやつがいっぱいあると。そうスウェイゲームもね、そういうイメージなんですけど、実はなってない、はい。だからまあ3はいっぱい入れればいいんじゃないの。いっぱい入れた方が楽しいんじゃない。ねえチャッピー、チャッピー今日いないんだよね、はい。そしてさとみちゃんはですね、紫とグッドラックマテンド、うん、これねいいんですよね、この2曲は連チャンでやったりとかすると、はい。マリちゃんはハバネロ紫、大輝よかったね、ナインティナインに引き続き紫も好評ですよ。はい。そしてアイリンちゃんはですね、紫ハバネロ、うん、レディーゴー、これ全部大輝が関わってるやつじゃん。なんだよそれ。ボルケーノは確かなってない、 CD に入ってないですよね。そうですね、まあいろいろ、まあ、いきましたが、でまあトリプル X ね、こうライブファンドムと違くて、なるべく踊れる空気感の中で、クラブっぽくというかディスコっぽくというか、そんな中で自分のこう歌の構成とかね、そういうものをなるべく変えないで、ちゃんとしたライブとして、やりたいなというのがトリプル X なので、うん、まあだからチャッピーリーダーで、大輝が、こうつながってくれて、あれですよね、もう本当トリプル X に関しては馬場和義ノータッチ。リハも、もうだでやりやすいと思いますよ。バビちゃんはバビちゃんで、ね、もう本当に僕乗っかりますからっつって、うん、それだけだからね。そうだからまあね、大輝もチャッピーから学ぶこともいっぱいあるだろうし、チャッピーはチャッピーで大輝からね新たにこうエキスを、はい、注入できるだろうし、うんね。ライブどんな、まあトリプル X 本当面白いですよね。ただ残るものは疲労っていう。そんと疲れるわあれ、自分の動きじゃなくてみんなにこう引っ張られた時の、うん、あれね結構筋肉痛になるんですよね、背中とか。でも行っちゃうんだよね、そしてうまく飛べないんだよね。もう飛ばない、俺は飛ばないから期待しないでください。はい。まあ、トリプル X3 に関しては、そろそろ本当にね、いろいろ決めていかなきゃいけないので、またチャッピーとか大輝と話し合って決めていきたいなと思ってますんで、なるべく多く、はい、CD にして皆さん届けたいなと思っております。ちょっと延長させてほしいんですが、まずお知らせを、はい、先ほど言いましたが、ギリギラ様リリースしました、これ配信ですね、はい。そして CD になって、冬の曲歌付き、これタイトル言っていいんですか。何度か歌ったことあるんですけども、クリスマスの時期に、歌ったことある曲、クリスマスカードという僕の曲があるんですけれど、それを
シーズンしてみようかな、音源にしてみようかなと思って。あれね、そうなんですよ、僕のデモしかないんです、未だに。で尺とかキーとかもなんかあんま決めてなくて、でバビちゃんがこの間、昨日か、わかんないや、作れねえやとか言って、なんで、わかんないもんだって音源がないから、そらそうだって、うん、でまあ今日やってんのかな、作ってんのか分かりませんが、はい、そちらの方クリスマスカードという、うん、曲を、まあできればそのね今年のクリスマス、キネ・ナオト大師匠とですねライブをさせていただくので、そこで歌えればいいなと思ってるんで、楽しみにしててください。うん、歌詞も親父の話とかも出てくるから、もしかしたら親父来たらグッと来ちゃうかな、来んなって言っとく。お母さんは多分キャッキャッキャッキャ言いながら来るかもしれないですけど、はるちゃんはあれだな、来てこないな、多分まあ受験勉強もあるだろうし、まあ彼氏連れてライブ会場に来られても俺が来て、ね、カチンってこう来るかもしれないか。はい、そして9枚目アルバムバニラスカイ10月19日リリースします。先ほど聞いてもらったね、翼フルで聞いてもらって、皆さんのコメントを読んでるとね、ねみんなのコメント読んでちょっとグッときたりとかもしてたんですけれど、はい、それも入っております。全10曲、はいね、新たなクルーダーが入ってるのでぜひ聴いてやってください。自信作です。はい、そしてですね、ツアーはですね、まあそのツアーの前にね、10月21日にボックスの方で、プレツアーライブという形でさせていただきます。そこで、新しいバンドメンバー、はい、紹介しながら、まあ体力作りというか、うん、本ちゃんを一回経験してちゃんとね、リハだとどうしてもねこう繋がれない部分もあるので、本番でしかわからないこともあるので、それを、新しいメンバーでや、ね、感じて、全国、11月3日新潟の方から回っていきたいなと、新潟、仙台、大阪、名古屋、川崎、はい、やりたいなと思っております。そして、それとですね、毛布もありますよね。そう、トリプル X、 うん、まあツアーというのであればツアーですか、はい、毛布10月2日、もうすぐなんですけど、それを皮切りに、11月26日札幌、12月4日福岡、はい、やりますんで、ね、いろんな黒田を見てやってください。そして先ほど言った12月24日、キネクロミュージアム、はい、京都文化博物館の方で行います。はい、いや、楽しみですよね。こうまあ今はね、その音楽連鎖でつながってキネさんとのガールフレンドをやった感触しかないですけれど、うん、だから僕もバニラスカイツアーを終えて再びねやって、うん、キネさんもその間舞台とかあるんですよね、やってできれば見に行きたいんですけれど、あ、明日今日ライブね、今日、明日、明後日、キネさんライブやっておられるので、ぜひ時間のある方、ね、ライブに行って、チケットのはどうなってるか分かりませんけど、今ね、言っただけなんで、はい、そして、大晦日、12月31日も行います、黒田バンド、はい、と、音楽仲間たちで、ね、ライブやりたいなと思ってるんで、これはまだ正直までちょっと形が見てないのでどうなるか分かりませんが、場所これ言ってるの？言って、ね、本当に人いっぱいだと思うんだけれど、アストロホールで初詣の人たちいっぱいだと思うんですけど、まあライブに来れる方はね、僕のライブ黒田の音楽を楽しんでもらって初詣にね、行ってもらえるといいんじゃないかなと、いい年の始まりが迎えられるんじゃないかなと思ってますんで、はい、そしてですね、そ
そう、イベント、温泉イベントね、行います。11月19日から20日、1泊2日決定しました。これはまあ、川崎終わってからですね。川崎のクラブジッター終わって、はい、温泉イベント、僕もツアーの疲れを癒したいなと思いますんで、まあ場所はですね、今もう決定しようとはしてるんですけど、僕の最終的な意見というか、僕はあれです、また前行った甲府あたり、甲府の方に行きたいなと思ってるこの気持ちをチクリチクリと、はい、いろんな方に伝えてるので、もしかしたらそこになるかもしれません。多分そこになるような気もするけれど、はい、来れる方は、はい、一緒に疲れを癒してください。はい、今日はもうね、ちょっと延長させてもらいましたけれど、うん、スキアクローのライブ終わってね、バンドはバンドの方でメンバー同士でこうきっちりといろいろ話し合って、また新しいことをやっていこうじゃないかという決意表明もできたので、はい、ね、で、それとは切り替えて、僕の黒田二郎というソロもきっちり、スキャクローに負けないようにいい形でね、ライブツアーを行いたいなと思ってるんで、ぜひ皆さん、全国の方々皆さん待っててください。1年ぶりに行きますよ。はい、でインストアの方もちょこちょこ決まってるんで、まあ、なるべく、はい、早めに言わなきゃいけないんですけどね。でもすぐツアー始まっちゃうからね、どうなるか分かりませんが、はい、その前にもう来週、再来週のトリプル X 頑張ろうね、みんなね、大輝頑張ろうね。はい、それでは最後ね、あ、違う、ごめん、次回の放送、そうなんですよ、次回はちょっと日程的になかなか難しいんですけれども、10月27日に行います。本当だったらその前の週だと思うんですけれども、ちょっとライブの前日なので、僕がこんな喋らないと思います、こんなテンションでもないと思うので、無理だっつって翌週にちょっとさせていただきたいなと思うので、はい、10月27日9時から、はい、聞いてやってください。それでは最後ね、トリプルレックスの熱を上げなきゃいけないので、この曲聴いてください。トリプルレックスからレネゲイトダイブ、どうぞ。僕らを包み割れた